おお、変わったね、だいぶ。誰この人たち。あ、でも誰も関係ないか。ちょ、待って待って待って、空港どこだ。あ、こっち側だ。よし、飛行機をまず見つけよう。あった、飛行機だ、これだ、飛行機だ。ちょっと待て、これに乗りたい。みんなここに来るんだ、俺の仲間よ。いや、来なくていい、やっぱり。いや、ていうか乗せて。いや、無理無理無理、それはそれは、あ、あれ、君が乗るんかい。よし、離陸するかい。確かにね、ちょっとね、あの、あー、ちょっと待って待って、これはどうやって進むんだろう。こう、やべえ、進み方がわかんねえ。これさ、後ろ向きに出ちゃうんだけど。ちょっと待ってくれ。え、ちょっと待ってくれ、羽が、あ、こうか。え、どうやって動かすんだこれ。あ、エンジンスタート。お、これだ。おなるほどね。ブースト、エアブレーキ、右に回転。うわー、ちょ待って待って待て、いい。うわー、あ、なるほど。はい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 、なるほどね。はい、ブーストしますね。おおほほほほ、いいねー。うわー、ちょっと待って、これで墜落したらマジ田中さんない、それは。敵の飛行機発見。ちょっと待って、ブーストあ、めっちゃ近づくじゃんこれ。待てよ、落ち着けよ。エースコンバット、じゃあ後ろを取った瞬間に撃てと。待て、あいつ勝手になんか落ちそうだぞ。意外としぶといな、あれ。あ、落ちるんじゃねえか、あれ落ちるんじゃねえか。おお、ちょ待てよ。いいね、30。おお、当たる。いいね。おら、待て。おお、いいね。ははははおら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 。あ、オーバーヒートした。待てよ、これ。オッケー、破壊したけれども、2機目いたな。やっぱ空の反射。え、何この、この子は何、この子は何なの。え、ちょ待って、危ねえ。なんだこれ、乗り捨てじゃねえかよ。おい、飛行機タクシーにしていいの、 BF だけだぞ。復しようとして、離陸して。こいつ多分落ちるな。落ちるというよりかはもう結構、え、結構タフだな飛行機。これエースコンバットっすね、やっぱ。でも敵の居場所が分からんね、ほんと。あ、ジップライン使ってる敵が。あそこいる、あそこいる、あそこいる。ジップラインの敵狙おう。あ、ちょっと当たった。おい、おお、危ねえ。この奇妙なバレルロールで避けてやんよ。あ、やばい、撃たれてる。あー、落ちたー、マジかー。ちょ待って、田中さんか弱いから許してあげて。これなかなかあれですね、飛行機で誰かを狙って倒すのって難しいかも。あ、ここがあれか、シフティシャフトか。ちょっと待った全然当ててねえじゃん。なんか来る、エイムボットがいる。よっしゃー、いいねー。ちょっと待って、無理、飛行機狙いの味方がいるから。ちょっとエンジンスタートで行こう。行くぞ、狼同盟だ。俺らは一心同体、狼の友だ。行くぜ。おお、行け行け味方さん、やっちゃえ。めっちゃ踊ってる。あ、ちょっと上に、じゃあちょっと上に行ってから狙うか。いけいけ味方さん。これはなかなか面白いな。ちょっと念願のこれで1キル取れんかな。難しいか。うわ、これなかなか難しいな、飛行機で1キル取るの。あ、いる、あれ敵だよ敵。いや、当たんねえなこれ。しかし難しい。頑張れ狼さん頑張れ。あ、俺も狼さんなんだけど。おお、なんだ、なんか撃たれてるね。ちょっと。うわー、マジかー。惜しい。いける、これは。これはいける。
まあいけねえかこれ、くっそ、あともうちょっとだったのに。とりあえず回ってよける、回ってよける、回ってよける。居場所の特定、おーよっしゃ、1キルゲット、いやーやったぜ、1キルゲット、やったー、これはでかいでかい、大きな大きな一歩をまた踏み出しましたね、七日先輩。なるほどねー、飛行機の修理ができたらいいんだけどなー、これよし。なんだあれ。おお、なんかボケーとボケーとしてたのかあれ。ボケーとしてたら飛行機につつかれるってなかなか面白いね彼。あ、いた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 。オッケー、2キルー。よっしゃー、リクルート撃破。やべやべやべ、エースコンバットが始まるこれ。エースコンバット始まるこれ。やばい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 、避けて避けて、上下がって、これでこれで過ぎてってもらって、でそれで今七中さんはあれだから相手の石取れた、はい完璧、よしエースコンバットやりてんだったら俺もやってやるよ、おら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 、待て待てエースコンバット楽しいよな、いてててててていていていてて、誰だおめえ、誰か味方がいるみたいな、敵もやるじゃねえか、ちょっと待って待って、あーやばいやばい、結構撃たれてる、あまあまあ撃たれてる、まあまあ撃たれてる、なんでだなんでだこれ、なぜ、くっそやるじゃねえか、敵飛行機やるじゃねえか、でもお前はこうやったらこうやったら過ぎざるを得ないだろう、てか敵の飛行機じゃない、撃たれてるの、風船に行き風船に行き、ダメだそれは行き過ぎてる、おーなんか押しちゃった、おーなんかぶつかってるぶつかってる寿司マスターがおる、寿司マスターが、いって、え嘘え嘘いや意外と寿司マスター怖えぞあれ、わー怖い、どこだ寿司マスター、ちょっと待って、もうちょい距離取ってからにしよう、じゃないと旋回して寿司マスターに当てるのが難しい、すごいことになってるぞこれ、おい寿司どこだ、おい、あいた寿司いた、当たった、おし2発目、おしや寿司倒した、寿司太郎イエーイ、オッケーオッケー、楽しいねこれ、しかしいやー今回飛行機出ましたけど皆さんいかがだったでしょうか、これいや見てここもなんかすごいことになってる、ここってもともとなんだっけ、ああグリシーグローブ、グリシーグローブが、えちょなんかいる、アイスホッケーしてる、なんかあーよっしゃめっちゃ滑ってるめっちゃ滑ってるめっちゃ滑ってる、あー待て待てちょっと厳しいなこれ、おーダッシュダッシュダッシュー、ジップラインのダッシュ、あ、いるねこれ、ちょっと待ってこの人にも狙われたらかなわんから、2匹目2匹目ちょっと、おおおお、どこだどこだどこだ、おらおら、あもう物理物理物理だよこれ、攻撃が本当にやばいやばい、待てよ、あーやばいこれはやばい、いやーでもこれはね、なんだろう、飛行機は結構ね面白い、でもこれで敵を倒すのは至難の技ですね、やばいよ、しかもこんなところに湧くんだね自分ね、死んじゃうねこれは間違いなく、ちょっとジップラインでもうこっちの飛行機はもうあるかどうかわかんないけど、とりあえず少し、え戦う、戦わないよね、友達だよね僕らねジップライン行けないかなこれ、逆方向行くぜ、おお行ける行ける、
ここにねあるんですよ。いやでも今回のこの飛行機はね、どっちかっていうと敵を攻撃するっていう形ではなく、まああわよくば攻撃ができるみたいな、そういうものですよね。まあ結構でも楽しいわこの飛行機、結構気に入ってますよ僕。だからねもう飛行機のリス場所というか脇ポジはなんとなく理解したんですけど、さっき僕が一番最初ね、この試合の一番最初に降りた地点が3機飛行機がある場所で、もう1箇所はこっちの方なんですね。意外とみんな飛行機の場所知ってないというか分かんない方が多いので、ここはね、D の、8と、ロンリーロッチの方ですね。ロンリーロッチの方、多分 I の5とかそこら辺だったかな多分、恐らくそうですね、おそらくそんな感じになっていて、一人お歌を歌っておりますね。もったいないな、ここ3機飛行機があるのに誰も乗ってないのか。こんなにいい飛行機があるのにね。でもグリッシーグローブが本当変わったね。みんなねこのね、どうやってこの飛行機動くんだって最初やっちゃうんだけど、バツっていうね。うん、わかる。野中さんもそれやってました。いやー今回のこれはでも意外とこの飛行機乗ってるだけで、狙わなければまあ狙われなければか、ずっと空に飛ぶことができるので、うまいこと立ち回ればちょっと武器を手に入れてこれ乗っちゃうといけるかもしれないですね。最後まで生き残ることが、そういうね可能性を感じさせてくれるってところは、初心者さん的な目線で見てもこのまあ飛行機の操縦は難しいかもしれないけど、結構ねまあやろうと思えば意外と案外できちゃうんで、そういう感じでね。お、あ、どっか行ってる。あ、あれか、あのカラメテさんとかどうなの。やべえ、めっちゃなんか撃たれとる撃たれとる。我が身が危ない。ここ結構危険地域ですねこんな感じでね避けれたりするのかどうかわかんないけど、今弾当たってないからなんとなく避けれてんのかな。これでん、これはまたあなた、まだここで滑ってたのか。よっしゃーイエー、今回は飛行機を使っていったんですけれども、まあ皆さんぜひともねこの飛行機の操作の難しさは結構あるので、まあそこはね頑張って練習してこんな感じで使うんだなみたいな感じでやっといてください。多分マウンテッドタレットがかなり攻撃力で対飛行機としては素晴らしく働くんじゃないかななんて、まあ、思ったりはするんですけど、まだそこら辺あれですね。え、ってか凍るんだこれ、足凍るやんけこれおお速くなるこれ、おお、なるほどね、おお懐かしいや懐かしいやって感じだけど、まあそんな感じでねやってまいりました。本当になかなか今回飛行機は移動手段としては画期的だと思うので、ぜひともね飛行機ポジを覚えておいたらまたね次の機会というかいつか使えると思うので、ちょっとね飛行機のポジションを覚えつつ、またその飛行機の操縦も覚えつつって感じでやるとねちょうどいいかもしれません。いやーここめっちゃできるだけど、まあいいや行こう最後に、ずっとここら辺ね、こうやってみんななんかほら仲間だよみたいな感じになってるけど、全然仲間じゃないから全然仲間じゃないからねまあというわけで今回はこんな感じで飛行機使ってまいりました。皆さんもぜひともね練習してちょっと使いこなせるようになってみてください。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう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 、なんなんそれ、多分いける、多分結構 OK ナイス、よっしゃおっしゃ取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃー